さあここまでやってまいりました、ただいまですねランマルくんにランクアップパーツをつけてもらって、ここの同意書の内容を明らかにするところですね。ちょっと進めてみたらなんか全然違う話の流れになっていたので、やっていきたいと思います。さて、ここでライトをつけてランマルくんに蒸気噴射してもらいます。え？おう。さあこれで内容が明らかになりました。これは私は願いを叶えアスナロへ献身することを同意します。どういう意味だアスナロへ献身って。そのままの意味だな。難しい感じだな。バカ。そのままの意味さ。アスナロへ我が身を捧げる。デスゲームで命をもてあそばれても文句は言いませんと受け取れるな。願いを一つ叶える代償にかよ。ありえねえ。俺たちはそんな文書にサインを。こんなデスゲームの招待状に。じゃあ私は？緑は私にサインするよう迫ってきた。最後の一枚。そう言いながら。なら、なぜ私はここにいるんだ？あ、もしも私がデスゲームを終わりにしてってお願いしたらどうなるんだ？はあ？私の命を犠牲に全てが終わるんだろうか。バカなこと考えるなよ。そんなの意味ねえじゃん。嫌だ。ただの思いつきけど、もしそれが可能ならと、心の隙間にひやりと冷たい風が通ったように感じた。生きたい、死にたくないと思い続けてここまで来た。なのにその正反対の気持ちに心が惹かれる。死ねば楽になる。死ねばみんなが救われる。ここから前回のサラちゃんはこんな裏の声聞こえなかったんですよ。純粋にみんなを助けたいっていう気持ちのサラちゃんでした。そんなわけないだろう。それでは救われない。自分が、自分？死にたくないんだ私は。それは誰かを犠牲にしてでも生き残りたい。違う。利用しろ他人を、心を。ダメだそんなこと。大丈夫、どうせみんな死ぬ。サラ行こうランマル。ここを離れなきゃ。さあという展開でさらに移動を押すと。なあサラ、どうした？早く。俺サラには死んでほしくねえ。ランマル、だからその優勝ってどう思う？え？急に何を言い出すんだ？メープルが言ってただろう。優勝、それってどういうことだ？みんなを裏切って、そして変なことを考えるな、ランマル。私はみんなで脱出したいんだ。そうだよな。みんなで
全員で脱出だ。でもできんのかそんなこと。蘭丸、俺さ、サラと一緒にいるとどんどん行きたいって気持ちが増していく。本気になればなるほど死が怖くなっていって、車田を見て気づいちまった。今はもう死にたくないんだ。そんなのみんな同じだ。だから勝たなきゃいけないんだろう。俺一人生き残りたいならさらに手をかけるだけだ。でもそんなのできない。だけどサラ以外なら殺せる。なあサラ、優勝してくれよ。蘭丸、そんなのうまくいかないよ。サラちゃんがそんなこと言っちゃう。うまくいかないとか言っちゃう。これはあれなのかな、カンナちゃんがいないことの代償なのかな。え、私は何を。大丈夫だってサラ。私には仲間を殺すことなんてできない。分かってる。俺が全部やる。バカ、何を。サラは望んじゃいないんだ。そうだろ、全部こっちが勝手にやることだ。ダメだよ蘭丸、君にそんなことさせたくない。いいんだサラ、俺は蘭丸を傷つけたくない。大事な友達を。大丈夫だ、ありがとう。うまくやるよ。レコだってそうだって、刑事だって。サラ。ダメだサラ、やっぱりそんなの間違ってる。みんなで一緒に。おい、何かが込み上げてくる。どす黒い何かが、ドロドロしたものが体中を満たして暴れ回っている。すべてを吐き出して楽になれればどんなにいいか、もう私にはわからない。本心も誰かを思う気持ちも、自分の心が。落ち着いたか。忘れてくれ今のすべて。まあある意味こんなに自分のことを慕ってくれている蘭丸に、だからこそ心の闇を少しでも吐けたのかなって、ポジティブに考えるべき。これはなんか一周目だとサラちゃんが涙を流すシーンがあったんだけど、二周目はちょっとどす黒い感じになってますね。ということで引き続きやっていきたいと思います。はい、ということで、あのあと移動できずに緑に話しかけられて、サラちゃん、いやジョー君がどうしてこのゲームに参加したのかっていうのを、まあサラちゃんの調整役として、このゲームに参加させられたっていうのを聞いた後なんですけど、この後の反応がね、また1周目とちょっと違うんですよね。ここら辺は一緒なんですよ一応ね。ただこの後、待て、クソ緑、おうぜサラ。
そうか。私をつなぎ止めていたのがその親友なら、思い出せなければ私は。乱丸？しまった、追わなきゃ。というね、まあ、さっきさ、あのカンナちゃんがいないからかなと思ったけど、今回ソウ君がいることでサラちゃんはそのジョー君の、なんだろう、呪縛から解放されずにジョー君を忘れたっていう状態でいるんだよね。またこれなんか大きく展開かわってきそうな感じあるけど、とりあえずね、今回はここまでだったので先を進めていきたいと思います。はい、ということで、今ケイジさんとキュー太郎さんとマイちゃんの作戦中だったんですけど、教室にね、ランマルがケイジさんの声をボイスチェンジャーで真似してサラちゃんを呼び出した後なんですけど、車田くんとレコさんが見当たらないと。ここの展開がね、あのカンナちゃんが生きてるかソウくんが生きてるかでね、またちょっと変わってくるらしいので、ちょっと読んでいきたいと思います。レコさんが見当たらないんだ。それに車田はもう、まさか、嘘だろ。だってようやく見えたんだ、私たちの。勝手に殺すんじゃねえ、しぶてえだろ、マジで。車だ、お前生きて、乱丸てめえ。うわ、こんな展開もなんかなかったよね。何してるんですか車田さん。下のロッカー室だ、急げ。え、いいから急げ、あいつが手遅れになる前に。ということで、では下のロッカー室に移動しましょう。前回ここだと、カンナちゃんだと墓場に行ったらしいです。ロッカールームに着くと、部屋に入らずともある光景が目に入った。とても信じられないような、最低、最悪の光景だ。レコさん、どうして、なんでこんな目に。マジ？マジで？え、本当に？天井からだらりと伸びる足。顔を見上げると、もうそれは、とても生きているとは思えないような顔。いやー、なんで？みんなで一緒に脱出するって、どうしてこんなことになってるの？ねえ！違う。違う違う。こんなのは現実じゃない。私が望んだことじゃない。みんなで、生きて、ここを出たい。仲間と共に生きたいって。それが、本心だったのに。てめえがやったんだ、乱丸。は？なんで？全部聞こえてたぞ。こいつは偽の放送でサラから ID カードを奪った後、その ID カードを使って制御室から首吊りの罠を発動させた。ロッカールームに一人でいたレコを狙って。違う。俺は緑を狙ったんだ。あいつがメイプルの修理を終えるのを待って、
なら優勝ってのはなんだ。てめえは俺が死んでると思ってトランシーバーを切らなかったな。嬉しそうにつぶやいたあれはどういう意味なんだ。優勝は私たちだけがメープルに聞いた話。ランマル。違うよな。違うよな。やばい。目つきが違う。こんなにも展開が違うのにラストが一緒になるの？優勝するんだろ？俺たちは。バレなきゃ誰でもよかったのに。まさか一人目でな。なぜこんなことを？宴っていうクリア条件を知った上で。宴？そんなものでデスゲームが終わるのか。また続いていくだけだ。メインゲームが。サラを救うのはもうこれしかねえんだよ。ランマル、ふざけやがって。あんた最低だよ。救ってもらったこと忘れたの？我々は仲間になったんだ。それを殺すなんて。救いを求めてんのは自分自身でしょ。おいおい、いつからそっち寄りになったんだよ、ひな子。こいつ、誰もあなたの味方なんてしない。殺して回るなんてさせないんだから。やっほー、盛り上がってるね。緑。あらら、レコさん死んじゃったんだ。弱っちいな。お前は。緑、取引しないか？え？ほらこれ、 ID カードを返すよ。だから邪魔なダミーズをやってくれ。貴様。今さら ID カードか。ま、面白そうだから OK。 さあお披露目しようか。生まれ変わったメープルちゃんだぞ。ここからはメープルと、もうこのレコちゃんがいる裏で戦うのか。マジ？ちょっとまあじゃあメープル戦は飛ばしていこうかな。変わらずのメンバーですよね。逃げてみんな。あはは、強そうな AI を埋め込んだんだよ。見た目はひどいもんだけど、僕は内面重視だから。てめえら全員まとめて殺してやるよ。おやおや、みんなの獲物ですよ。助けてよみんな。ひよりくん。さあメープル、電池の切れる限り暴れ尽くせ。ということで、ここはまあ攻略を見ながら、順次やっていきたいと思います。